徳島県立西部テクノスクールは自然豊かな徳島県西部の美馬郡剣町にあります。ここでは6ヶ月の訓練で給排水・冷暖房に関する配管技術のプロフェッショナルを目指します。入学資格は中学校卒業以上なら OK、 しかも授業料は無料。ただし教科書費用等は別途必要となります。現代生活に不可欠な水、ガス、空気、設備施工課ではこのようなライフラインの施工について学びます。給排水設備、暖房設備、空調設備、消防設備、 LP ガス設備の施工技術や配管材料、関係法規、配管製図や溶接技術について半年間学び、配管2級技能検定合格を目指します。取得可能な資格は、在学中は液化石油ガス設備士免許、ガス溶接技能講習修了証、特別教育修了証などです。修了後には2級技能検定を目指します。卒業後はこのような就職先があなたを待っています。遠隔地で通学が困難な方は学校に併設されている寮がありますのでご利用ください。設備施工課は水道、ガスとかエアコンなんかの、まあ、家の中の、ライフラインというかな、そういうふうなものを勉強する科になります。で、それはまあ基本にはなるんですけれども、その基本を勉強することによってこれから就職に役立つ大きな武器になります。今設備業界は非常にちょっと人手不足ですので、仕事はねいっぱいあるんです。逆に探しているような状態ですので、ね、これから十分ね役に立つ課になっています。徳島県立西部テクノスクール設備施工課で設備技術者のプロフェッショナルを目指しましょう。